俺たちの名前まで知られているとはな。ヤムチャ、大丈夫だよな。ああ、奴ならそう簡単にくたばらんさ。気を感じねえから、強さもわかんねえ。君が悪い奴らだ。気を感じられんのは誤算だったな。いい加減にしろ孫悟空、どこまで行くこの場所にしろ。なぜ。いいだろう孫悟空、天下一武道会の時様がいかにすれば。オラへの恨み。そうだ、貴様のせい。ドクターゲロ。まるで貴様自身がバカを言うな。私はドクターゲロ。ドクターゲロは。なるほど。だがなめ。そんな必要はない。ベジータたちとの戦いも。一番肝心なことを調べる。何。致命的だったな、スーパーサイヤ人。ほう、だが19号でも。あ、そう。じゃあ早速その強さを見せてもらおうかな。勝負つけないとまずいかもしれない。孫悟空はなぜか勝負を焦っている。すでに全力に近い飛ばし方だ。それなのに、あのざまはなんだ。吸収した。孫、気功派の類は撃つな。こいつら手から気を吸い取るぞ。気を吸い取る。冗談じゃねえぜ。おい、そんなやつ様子が変だぞ。まさか未来から来たやつの言っていた心臓病が発症したのか。なんだって。もう薬で治したんじゃなかったのか。俺やご飯と一緒に修行していた時はまだ発症していなかったはずだ。くそ、まさかこんな最悪のタイミングで発症するとは。苦しい。どうしちまったんだ俺の体。いやは、カカロットを倒すのはこの俺の役だ。貴様らガラクタ人形の出る幕じゃねえ。ベジータ。さっきはあっちの方ですごい気を感じたけど、今は弱まってる。戦い終わったのかな。ご飯。クリリンさん、イヤムチャさん、お二人ともどうしたんですか。俺が人造人間にやられてクリリンに先頭で助けてもらったんだ。残りの先頭も持ってきた。早く悟空たちと合流しよう。あそこだ。お父さん。悟空。どうやら未来から来たやつが言っていた心臓病を発症したらしい。そんな。誰かこいつを家に連れて行ってあの時受け取った薬を飲ませてこい。俺が連れて行こう。情けないが俺が一番役に立ちそうにないからな。
貴様の相手はこの俺だ。20号、どうか私にベジータを始末させてください。まあよかろう。その代わり残りの4人は私がいただくぞ。貴様らは噂ほどとんでもない玉じゃなさそうだ。そうかな。貴様の戦闘データはすでに知り尽くしているのだぞ。計算だけでわかるもんじゃない。俺たちサイヤ人はな、知りたいもんだ。人造人間でも恐怖に怯えるのかどうか。ベジータさんもスーパーサイヤ人に。俺はただひたすら強くなることを願い、特訓を繰り返した。そしてある時、俺は自分の限界に気づいた。その自分への怒りで突然目覚めたんだ。スーパーサイヤ人がな。何に変化したところで、所詮我々人造人間にはかなうものではない。やつの薄ら笑いをすぐに凍りつかせてやる。スーパーサイヤ人となった俺にかなうものなどいない。さあ行くぞ。どうした、貴様らガラクタ人形の計算が狂ったか。くらえ。こいつがスーパーベジータのビッグバンアタックだ。